神奈川県は某所にお邪魔させてもらってるわけですけど、はい、丸さん、はい、大人にいらっしゃる方はよろしくお願いします、はい、仏の鉄五郎さんということでよろしくお願いします。この方はどちら様で、はい、自分たちからすると世代を超えた、はい、暴走族の先輩ということ で、はい、ものすごく先輩に当たる、ね、ものすごく先輩ということで、カメラ回ってる時と回ってない時全然ちょっとなんか違うじゃないですか。ごめんなさい。すごいもう、はい、でも喋ってたら多分、はい、分かってくると思います、はい、なんとなくこの昔のいかつさというか、はい、はい、ということで今回ちょっとすいません、単車の方をですが、はい、紹介させてもらいたいんですけど、はい、いいですか。ありがとうございます。まずこちら用語はですよね。まずバイク大好きなんですか。まあ、我々ね、昔から持ってますからね。今所有バイクって何台あるんですか。8台です。8台の中の、こちらは今4台ということなんですけど、ちょっとこっちいいですか。はい、どかしてんの。バイクはすんごい綺麗だよ。ピッカピカ、うん、こちら用語って今これいつ頃買われたとかって。大学の時に、ね、4万円で買った。大学の時に。大学の時その頃から持ってるんですか。そうですね。ちょっと待ってください。大学の頃で今、失礼ですけど、おいくつか聞いてよろしいですか。60歳、はい、40年ぐらい前に5万円で買われたんですね。4万円。あ、4万円。そこら消費税ねえから。あ、そうですよ、そうですよ。ゼロさんはないよ。それも知らないんですけど、消費税がない。4万円だから4万円で買ってくんねえって言われて、4万だから4万円だって。4万だから4万円。今それ価値どのぐらいにするんですか。もう280万円。うわぁ、70倍ですよ、ね、70倍え、こちら今何をやられてるんですか。あ、もうチャージ。あ、バッテリーがやっぱり上がりやすくなってる。しょっちゅう乗れねえから。ああ、8台とかも持ってるとそんな毎日毎日動かすわけにもいかないですもんね。あ、だからこういう風にメンテをされてると。すごいね。しかも今、ね、手前に4フォアが、はい、すごい男子ありましたけど、はい、奥にもっともっとすごいというか価値のある。紹介させてもらいましょう。はい、はい、こちら手前からお願いします。 Z1AZ1A。 そうです。え、あ、これ赤たいな。900です。てっちゃんさんの頃はもうバイクって言っても大型あれ限定会場とか何もないですよね。何言ってんの。あったよ、俺。え、二股間通り行ってんの。あ、そうなんですか。普通にバイクの免許1個だけじゃなかったんですね。その限定会場は、うん、あったんですね。俺の2つ目から免許制度が変わった、はい、あ、そういうことなんですね。そう、二股が8回も行って限定会場来ました、あ、そうなんですか、はい、うわ、じゃあ結構大変な感じだったんですね。もう1万6600円買っちゃったからね。当時は1回で1万6600円違います。全部ですか。8回で8回、めっちゃ少ないですか。それも相対線と小田急線の往復が入ってます。そういうことですね。そういうことですね。エビナの乗り換えの。あ、そうなんですね、はい、こっちはもう一つ Z1A タイガー。こちら真ん中が Z1A タイガーって言うんですか。タイガー、そう、トラガー。あー、そういうことですね。そう、この Z1 2台は、はい、いつ頃買われたんですか。俺は5、6年前。5、6年。こちらは、はい、2年前。こちら2年前、はい、2年前でいくらなんだ。じゃあもうまだ結構高いんじゃないですか。じゃあこれがね、はい、180万円ぐらい。はい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 。これがね、230万ぐらいかな。230万。はい。で、これが1号機はね、はい、15年前ぐらいに買ったんですか。 Z1000。Z1000、はい、ちょっとひなとまかいって入っちゃってるよね。こちらは62万8000円で買った。うわ、すげえ。そう、両方もね、旗もついてます。すげえ。あ、しかもでも今この Z1 2台も2年前と5年前って言いましたけど、今値段はじゃあ跳ね上がってる感じですよね。どっちも500万以上じゃない。500万以上。あ、これは300万ぐらいかな。こちらが300万。でもこれは本物の吉村って感じ。あ、こちらのマフラーですね。前からも、しかもこの、あ、そっか、風防がこういう風な感じ。これ純正なんですよね。純正じゃなくてその後につけたのか。そう、朝日風防ね。朝日風防、当時もの。あ、そういうことなんだ。今もあるんですよね、朝日風防。ある、ありますか。まだ残ってる。残ってますか。これ例えばこの風防だけだとしたら、いかほどなんですかね。6000円くらいじゃないかな。あ、高くね。あ、そうなんですか、風防。片方が3000円くらい。あ、そうなんですね。うん、言えるのは当時ものと。そう。あー、すごい。やばい先輩、やばいですね。あ、てか今丸先輩、今日初の丸先輩ですけど、リーゼントめっちゃ決まってますね。ちょっと待ってください。黒のタンクと黄色のタンク。はい、そちらのタンクは今からまた輸出用の黒タンクですね、
輸出用の黒タンク、はいはいはい、これは純正のやつ、はい、こっちも純正コングタンクですね。これは今まだ色塗ったばかってとかそんな感じですか。いや、もう当時もの。あ、そういうことなんですか。で、これはじゃあ埃をかぶらないようにじゃあ押してあって錆びねえようにっていう。あ、そういうことなんですね、うん、これって変えたりもするんですか。気分転換に。あ、気分転換で変えたり、衣替えをして、衣替えをしてこれ全部純正だから。うわー、はい、全部しかもこっちの4フォアも風防ついてますし、CBL ライトこの多分もうそのままだよ、当時物だよね。あ、しかも奥まってるタイプですね。当時物です。王子物すげえ。何これ、リフレクターがここにあるっていうの。じゃあね、サンキューパーにはこれね、速度を警報灯がついてるんで。はい。あ、ついてる。ついてる、うん。お、こちらからちょっとすみません。ほ、うん、あれ警報灯は何キロぐらいで？90でつくのかな。90ぐらい。そうなんですね。で、これがね、サンキューパーの特徴。480cc あるけど、このフレームについてる方が、うん、サンキューパー、うん、でスイングアームについてるリアステップは408cc、 うん、間違いなくここはサンキューパーだよ。 398cc の両方は、あ、そうなんですか。の F2 のアップハンドル純正、もうそのまんまですね。そうです。すげー、玉にも。そうっすね。ねえ、懐かしいよね、なんだかね。うん、おお、これ何キロぐらいちなみに出るんですか。4は遅くないよ。あ、そうですか。そんなに4は遅いから。あ、そうなんですね。楽しむバイクだから。へえ。あ、みんなぶっ飛ぶバイクじゃない。あ、そうなんですね、うん、すいません、かなり自分申し訳ない、無知なんで申し訳ございません。幅も、はい、もう今じゃ結構希少価値あるんじゃないかな、このタイプって。相当大事に持ってきてますね。うわあ、渋いね。磨いてるんですね、ちゃんとところどころも。ちょっとですね、はい。こんだけ台数を所有してると、まあ全部行き届かないですよね。こちらが何カラーって言うんでしたっけ、こちらは。こちらはあのトラカラーですよね。赤タイガーですね。赤タイガーって、おーって言うんだ。色違いとかさ、うーん、赤タイガー。向こうがイエロータイガー。そう、イエロータイガー。いや、Z1 の価格ってそんな感じになってるんですね、今。高いね。じゃあここにあるだけで総額およそ、いや、1500。そんな近くいくな。あの細かいパーツ。4台、4フォア、Z1、Z1、Z1000。まあ、2000万近く行ってんじゃん。家1軒分ぐらい泊まるね。安い家買っちゃうと。ここはちょっともう、明かせないっすよね、場所を。明かせない。本当そうっすよね。うん、もう、セキュリティもすごいから。いや、そうっすよね。やべえやつだから。そうじゃなかったら、これもう、やばいっす、本当に。結構な人たち来るんじゃない？そうですよね。やれ感がいいってみんなが言うんだよね。何感ですか？やれ感。やれ感、ああ。その汚れたまんまでそのまんまっていうね。そういうことですね。丸先輩もそれ好きですよね。うん、はい。そのまま残す。やれ感。今の時代にそんな新品あるわけねえだろ。ああ、確かにですよね。あ、そこの良さっていうのが。当時戻す。バイクでどことか行ったりするんですか？まあ、割とあの、うん、Z で集まってくるのは持ち屋さんにみんな収納とかさ、はい、ね、いろいろあるけど。結構泊まりとかで行ったりみたいな感じとかもあったりするんですか？日帰りだよ。あ、日帰りで行かれるんですね。ほう、もう今ね、泊まりでね、どっかに戻っとくのができない。あ、まあそうですよね。あ、そりゃそうっすよね。あ、そうか、確かに。だから、部屋の中に置いとくてって感じだな。そっか、でもその泊まるところの例えばガレージを借りたりだとかっていうぐらいの、まあ、いや、そうそうそう、難しい。あ、で、あ、わかりますね。危ねえ。いや、まあ、確かに。危ない。いや、そうっすよね。そうで、どっか行ったってバイクから離れらんねえよ。はい、そうですよね。ちょこっと離れただけでコンビニの嫌だ。やばいですよね。いや、それすっごい分かるんですよね、旧車持ちならではの。すごいですか、旅先でもね。あ、やはりそうですよね。そう、4フォア、ね、おお、かかりましたね。これは本物の大人気の吉村、本物の吉村か。渋い、ありがとうございます。
は Z 線。じゃあ直上げてるんですね。今じゃあバッテリー上がっちゃったってことですよね、これ。まあ上がっちゃったんですか。いつも乗ってないからそんな。ああ、そうっすよね。すげえ重低音が回ってる。やばかったね。このセグ回ってる音でもう全然違うじゃないですか。そうですね。惜しいね、しょうがないですね。急車ですから。今みんなさ、ね、押しかけでさ、かけてくる。ああ、確かに、うん、押しかけ懐かしいですけど、今これ実はかかったんですけど、かかった瞬間を今記録したかったから、うん、そうだよね。いやすごいもの見せてもらったね。やばいですね、やっぱね。全然違いますね。でも本物の音はなんかちょっと聞けたでしょ。ですね、うん、おー、 Z1 はかかりました。ノーマルの音。ノーマルですね。おー。うやっぱ4パと匂いがちょっと違うな。いいっすね。こっちの900はもうちょっと聞いてない。いや聞いてないっすから。あ、聞いてないから。はい、あかんでしょう。いや、やっぱ旧車ならではっすね、本当に。ここら辺はZ 線、めっちゃ聞いたです。重低音がやばかったんで、本当に。あ、全然だ、全然バイクも違うもん。はぁ、そういうことですね。Z 線になるとね、うん、でも甘い匂いが、甘い匂いですね、うん、いい匂い。包丁かけますね、うん、はい。